はい、では今回はこちらのミルキーブルーとネイビーとホワイトを使って作っていきたいと思います。それではスタート。はい、ではベースを塗った状態から始めていきたいと思います。それではまずはじめにネイビーを使って塗っていきます。では親指は半円のフレンチを作ります。はい、こんな感じです。では次に人差し指は全部塗っちゃいます。では薬指も全部塗ります。一度塗り目たっぷりに塗ってホイールをつけていきます。はい、ではライトに入れます。はい、ではこちら一旦拭き取ります。ではこちらの上に白いジェルとスポンジを使ってデニム風を作っていきたいと思います。はい、こちらスポンジをこんな感じにちっちゃく切りました。四角く切るとこの角でポンポンと叩きやすいので、こういう四角い形がおすすめです。お色は白をこのパレットの上に出しました。はい、ではジェルをつけていきます。はい、こんな感じでのせていきます。ではまずこの爪の中心部をポンポンと叩いていきます。ちょっと濃く出ちゃったら、このジェルがついてないところで叩いて戻します。はい、ではこんな感じで一旦ライトに入れます。はい、人差し指も同じ感じで捨てていきます。こんな感じでライトに入れます。はい、では次に親指にのせていきます。はい、こんな感じでライトに入れます。
色合いは好みなんですけれども、もうちょっと白く白っぽくしたいなっていう時はもう一度乗せていきます。はい、ではこんな感じでライトに入れます。はい、では次に親指にお花を描いていきたいと思います。使うアイテムはこちらの楊枝を使ってお花を描きます。では先ほど使った白を使ってお花を描いていきます。はい、ではライトに入れます。はい、では次に人差し指と薬指にも線を描いていきます。こんな感じでライトに入れます。はい、では次に中指と小指にミルキーブルーを塗ります。
はい、ではライトに入れます。はい、こちら一度拭き取ります。はい、ではこちらの上に先ほど使ったこちらのスポンジで白いジェルをのせていきます。今回はちょっとざっくりのせていきます。ではこちらでライトに入れます。はい、では次にこちらミルキーブルーをパレットにのせて、先ほど使ったスポンジでミルキーブルーをつけてのせていきます。3箇所ぐらいのせます。最大柄っぽい感じを作ります。はい、ではライトに入れます。はい、では次にこちらのダイソーから売られているジュエリーシールをつけてみたいと思います。はい、こんな感じにシールがつきました。では次にトップコートで仕上げていきたいと思います。はい、ではライトに入れます。はい、ではこちらに硬化ジェルを拭き取ります。はい、こちらで完成になります。とっても簡単なのにちょっと凝ったデザインに見えて、すごく可愛いデザインになりました。皆さんもぜひ試してみてください。本日も最後までご視聴ありがとうございました。